すぐやられちゃう弱小大名企画、稽古用禁止で何年生きられるのかです。いろんな弱小大名をやっておりますが、今回は武将の能力、兵の数、国力など全てにおいて最弱の中でも最弱レベルの大名でやります。総合力なら最弱、宇都宮家です。兵40は足利に次ぐ少なさ、木田ほどじゃないけど石高と町投資が低い、常に滅亡の危険が襲う悲しき大名です。特にひどいのが武将のパラメータですね。戦士が3人とも40代、戦闘は塩谷義高が59が最高で、どうしようもないレベルです。周辺国の友好度は上杉が90と仲良しで、佐竹55も多少の救いがあるくらいなんですが、芦名と北条が20と低く、それ以外は50、同盟国はないので全ての国が攻めてくる可能性があります。上杉だって北条と仲が良いので共同で攻めてくることもすごくありますからね。ということでスタート。3月は米を売ることができ早速金が増え、4月は地道な中世移動上げ、5月には浪人を家臣に加えます。しかし岡本もパラメータがかなり低いのでほぼ戦力外です。この月の政治は米の相場が良い具合に上がったり下がったりしていたので売り買いを繰り返します。7月は米が凶作、悪い話ではありますが相場が大暴騰、金がかなり増えます。鉄砲を買いたいですが多分買うことはできないでしょう。武将の教養が低いと売ってくれないとかありますから。一方弱小大名たちは次々にやられていくという国内の状況、宇都宮家は特に動きはありません。平和に過ごしていた9月、すごくありがたい浪人がやってきます。大田助政、右下の佐竹家に来ることが多い武将が宇都宮家にやってきました。これは運が良いです。武将の問題が解決します。攻められたら彼に任せましょう。10月、いよいよ平和な宇都宮家にも戦いが始まります。共同で攻め込まれました英数55、さらに芦名家のも後で来るので倍近い兵が来るでしょう。戦い方次第で勝てるか。上杉と仲が良い北条なので佐竹家に援軍を求めますが来てくれず大ピンチです。ただ城の作り的にこちらにとってはかなりいい戦いができる可能性があります。門が一つしかなく、突っ込んできたら抜け出せない入り口。見事に地形を利用し完璧な勝利でした。多賀谷を捕まえ、そこそこいい武将をさらに加えます。多賀谷を捕まえたことでさらに兵数も増えました。40だったのが8増えて48、全てがうまくいっております。その後兵はモードへ、数量ごとに変化を残していきます。
北条を撃退し、上杉や他の国が攻めてくるかもと思ってやれることをやっていたんですが、信濃あたりでの戦いがあるくらいで、こちらは何もなく進みます。その後3年経過、特に動きはありません。北条は完全に勢いを失ったせいかおとなしめ。同じことを繰り返すだけで、4年経過、残り1年となりました。さて、何か起こるのか、早送りでそのままお送りしますね。ということで、結果は5年間生き残りました。北条との戦いで武将を捕らえ、兵を増やしたことにより生き残れたんだと思います。上杉が攻めてこなかった、これも助かったかなという一因です。あとは周辺国に好戦的すぎて脅威になる強い国が少なかったのも大きいと思います。大田助政の加入も大きく、北条の質が低い武将相手には効果的だったのもありますね。織田信長が隣にいたら厳しいでしょうが、そこまでの場所ではないんでしょう。今回はこちらの勝利でした。